ナメラ属は、ハチュ有コユーリンモクナミヘビカに属する属。無毒。北アメリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシア、日本、台湾集団、アオダイショウ、ジムグリ、シマヘビ、スジオナメラ全長50センチメートルほどの小型種から3メートルを超える種まで様々であり、生息環境も様々であるが、これらの共通点として、まず卵型ない種は型型の頭部が挙げられる。 これは、鳥やその卵、月脂類を中心とした中小型の哺乳類など、体に対して、大型の獲物を食べるのに最も適した形で、大抵の種は、鶏卵でもすんなりと飲み込める。また、シューダのように体鱗にキールを有する種もいるが、多くの種では、体鱗は滑らかである。滑らという名称もこの鱗の特徴から名付けられた。森林や草原などに生息する。 主に地表性だが樹上に登るなど、立体的な活動を行う種もいる。植生は、動物食で、小型哺乳類、鳥類やその卵、小型爬虫類、両生類などを食べる。植生は種や種、地域によっても異なり、日本に分布する種を例に挙げると、などが挙げられる。毒は持たないので、獲物に体を巻きつけて締め殺してから、死体を注意深く調べ、 頭から飲み込む。繁殖形態は水なめらを除いて乱生である。ありがとうございます。